子役出身声優は、うん、芸歴でマウントを取りがち。俺が先輩だぞ、お前後輩だろうみたいな、そういうことですかね。あ、嘘嘘、あ、ここはじゃああんまり分け隔てなく先輩後輩も関係ない感じで。浪川君はどうですか、なんかあのその年上なのにあの後輩とか。これ僕三谷さんに聞きたいんですけど、うん、あのまあ吉野君もそうなんですよ、まあ、同世代ではあるんですけどちょっと上なんですよ僕より。年がね、年は、うん、でも芸歴は僕の方が、まあ、まあある、まあ、子役からやってるんである、うん、はあるんですけど、これ三谷さん、これそういう場合芸歴は自分の方が長いけど年上の人にはどんな風に接します？でも普段付き合ったりなんかするときはもう僕は自分のキャラクターがこうだから甘えちゃう、うん、年下でも年上でも、うん、例えばダイちゃんとかダイちゃんとかヨシノくんとか言ってさ、ごめんなさい、ちょっと参考にならなかったです。そうね、そう特殊物件だからね。特殊物件でした特殊だった、特殊でしたね、だからみんなにこう甘えちゃう、ディレクターにも、ね、あのプロデューサーにも、はいはい、うん、いっぱい飲んで飲んで、うん、そうです、ごめんなさい、質問間違え、次はどんな作品やるの。そうですよね。逆にでも吉野くんからしてみてどうなの、なんかそのほら年下だけど先輩なわけじゃない。いやー、まあ年下だと思ってます。あ、なるほどね。でも芸歴はごめんなさい、芸歴は上だっていうのは重々承知してますけど、浪川、うん、さんはちょっ と、これも特殊物件じゃないですか、うん、ある意味。確かに。だってね、僕何回もね、何回か目撃してますけど、野沢雅子さんとかにタメ口でハッハとか言って喋ってるからそれ見るともう関係ないんだなっていう。だそうだよね。だから子供の時に会ってるじゃん、うん、でだからもうその時の感覚だから、うん、だからある意味さっき言った三谷さんの言ってた普通にっていうのが、うん、多分普通、彼の普通がそういうことなんだよ、ね、そういう意味で。君はゆうこりんとだから同類だよそういう意味じゃ俺たちからしたらね、やっぱり子役出身は、うん、う違うなっていう、なのよ。そうよ、だからやっぱもう甘え上手なのよやっぱり、うん、あのやらしい意味じゃなくてね、はいはい。